ガゼルは、ウシカブラックバックアカブラックバック族ブラックバック、ア族の三族、ガゼル族ゴゼラ、トムソンガゼル族、ユドウカスダマガゼル族ナンガーの総称である。これらは禁煙で、かつてはガゼル族一族とすることもあったが、単系統制が不確実であり、現在では三族に分割される。これら三族のほか、一内子数族をガゼルに含めることもあるが、 ここではこれら山賊をガゼルとして扱う。アフリカ大陸、ユーラシア大陸。最大種はダマガゼル。体長140、165センチメートル。尾長二25から35センチメートル。肩高90、120センチメートル。体重40から75キログラム。尾は、やや長い。目から尾光にかけて、白色やお白色で縁取られた、暗色斑が入る。ノーズ貝が、 顔面図外の1、にと長い。甲状腺線ゼルを除いて、死ゆともに前から見ると、縦ごと上、横から見ると、アルファベットの S 字状の角がある。角の表面には、節が発達する。眼下部と公式部内側に終戦がある。オスは角が太く長い。サバンナ、ステップ、半砂漠、砂漠などに生息する。植生は、植物食で草。 この葉などを食べる。ガゼル族ゴゼラトムソンガゼル族ユドーカスダマガゼル族ナンガーが通常ガゼルと総称される。このガゼルはブラックバックを姉妹軍とする単系統、あるいはブラックバックをガゼル族の姉妹軍として内包する側系統である。加えてさらにチベットガゼル族プローカプラ、あるいはさらにスプリングボック族アンティドーカスリバタグ族。 アマドーカス・ジェレヌク族・リトクレイニアスをガゼルに含めることもあった。しかしこれらのうち、スプリングボック族、ディバタグ族、ジェレヌク族はガゼルに近縁で互いにも近縁だが、チベットガゼル族は系統的に離れている。トムソン・ガゼル族とダマガゼル族をガゼル族に含める説もあった。さらにチベットガゼル族をガゼル族に含む説もあった。原生種サンドガゼルは、 甲状腺ガゼルのアシュジー、サブガターザマーカとする説もあったが、別種と判明した。ガゼル族のうちエドミガゼル、リムガゼル、甲状腺ガゼル、サンドガゼルを甲状腺ガゼルア族、トレイチェラッセルとする説があったが、この甲状腺ガゼルア族は、ゴゼラ・ベンネッチーを内包する、側系統である。現世全滅、死化石絶滅した多数。含めることがあった種、開発による、 生息地の破壊、食用や川目的の乱獲により、生息数が減少している種もいる。英語圏の女性名、タバサはガゼルのい、e、いである。ありがとうございます。